木質ペレットなどを燃やして発電する国内最大規模のバイオマス発電所が、今月、石巻市で運転を開始します。石巻港近くの塩見町にある石巻ひばりのバイオマス発電所は、再生可能エネルギー事業を手掛けるレノバや東京ガスなどが、3年前から建設を進めています。この発電所では、 北米や東南アジアから輸入した木質ペレットやパームヤシ殻を燃やして発電しすべて東北電力ネットワークに売電します出力は7万5千キロワット年間発電量は一般家庭およそ17万世帯分で木質ペレットなどのバイオマス発電としては国内最大級ということです 現在、最終段階の試運転を行っていて、今月中に営業運転を開始する予定です。